どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、私はメカハンターを救いたい、メカハンターを救いたい。あのメカハンターってどんなあのモンスターか皆さんご存知でしょうか。もう今やね、見なくなりましたね、こいつです。メカハンター、機械用の命令でターゲットを捉えるまで追い続けるハンター。かっこいいわ、かっこいい。この今日はね、このメカハンターを救っていきたいと思います。このモンスター、闇属性レベル4機械族。何、闇属性レベル4機械族だと。ブラックボンバーで特殊召喚できるじゃないか。というわけで今日はですね、このブラックボンバーで、メカハンターを蘇生して、シンクロしていきたい、そんな風に考えてるんですけども、このデッキ意外とふざけてるように見えて、意外と強くて、なんか結構なんか KC ファーストステージくらいであれば、まあどんなデッキでも突破できないけど、あの KC ファーストなんて突破できんだけど、結構なんか割とすげえ勝率良かったから、これ結構強いんじゃねっていうあのデッキになってますね。あのブラックボンバーは機械族レベル4の、闇属性モンスターを特殊召喚できるんでね、墓地から。だから7シンクロも結構いろんな場面でできるんですけども、あの今回のキーカード、これがですね、あのものすごいパワーカードなんですよ。苦渋の決断。これデッキからレベル4以下の通常モンスターを墓地に置くで、その同盟カードを手札に加えるっていう、墓地肥やしとサーチ両方とも一気にできるよっていうカードプラス、これ墓地に送れるんで、これすぐブラックボンバーで蘇生できるんですよね。なんとメカハンターが、このギミックちょっとあの面白いなと思って、あのやりたくてで組んだんですよ。で、苦渋の決断と相性がいいモンスターっていうのがもう昔から言われていて、これなんですよ。生物の守護竜メロダック、あの墓地か手札から通常モンスターを2体召喚すると特殊召喚できて、で相手のフィールドのモンスターを自分のフィールドのドラゴン族かける500ポイント打点をダウンさせるよっていうことを持ってるんで、結構相手の打点が3000とか3500とかあっても全然突破できるっていうメロダークで、これがね、展開力の補助もあってるし打点の補助もあってるからすごい強いんですよね。あとなんかね、めっちゃかっこいい、このモンスターめっちゃかっこいいね。これなんかかっこいいんだよね、メロダークって。わかります、なんかその胸のところにさ、なんかアイアンマンみたいななんかコア入ってるしよ、このフォルムもねかっこいいしね。このモンスター結構 N なんだけどね、結構僕好きなんですよ。でこいつをぶち込んで、あとは苦渋の決断と相性がいいデッキっていうのは、ま、これなんですよね。エンジェルトランペッター持ってきて、で芽吹くでバージャー蘇生して6シンクロできるっていう、これもめっちゃ強いんですよね。だから、まあ、このギミックと、まあ、メカハンターブラックボンバーのギミックを合わせて使っていくっていうギミックになってます。で、バック除去プラス、あの現世復帰の制約っていう、あの現世ババア石津が使ってくるあのスキル、あれマジで強すぎて、あれやられるとダークバージャーがワイドに変えられてマジで、計画破綻するんですよ。まあ、一応メロダークは出せるけどね、出せるけど計画破綻するんで結局6シンクロできないから、だからそうなった場合めんどくさいんで、それ対策のコズミックサイクロン3と、あとは、まあ、ほんと脳死、狡猾っていうデッキです。結構強い、まして、このデッキ使ってみてぜひ。というわけで早速デュエルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。俺はメカハンターを救いたい。デュエル、デュエル強いぜハンド強いぜ、これはハンドが強いぜ。ヨハン、誰でヨハンって、てめえ分からしてやからな。一伏せとかいう甘えた展開で俺に勝とうとしてるのが問題なんだよ。まあとりあえずエンジェルトランペッターでいいんじゃないか。でエンジェルトランペッターを手札に加えるぜ。そしてエンジェルトランペッターを攻撃表示召喚、エンジェルトランペッターが攻撃表示召喚された場合、もちろんダークバージャーを特殊召喚できるぜ。攻撃表示な、なそこはしていいか。あーカナディア、オッケー、カナリョ、ディアカナ、ディアカナはさすがにセットエンドじゃないですかね。メロダークは手札か墓地に通常モンスターがいないとあのダメなんですよ。手札か墓地にいる通常モンスターを除外して2体特殊召喚できるっていう、だからフィールドのやつが除外できないんで、こういうねカナディアとかそこなしにはちょっと若干めんどくさいことになるかなっていう感じはあるんだけどね。まあダークボンバーがいるので、まあ
どかす、まあ、アドバンス召喚とかでどかすことはできないんだが、この狡猾はいけるよね。最強カード、最強カードだ。コズミックサイクロンも発動。てめえのセットカードを1枚このゲームが除外させていただこう。そこらしい。よし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 、いいぞ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 。俺はメカハンターを持ちの国、メカハンターを手札に加える。そして反転召喚、エンジェルトランペッター、そしてレベル2ダークバーチャーにレベル4エンジェルトランペッターをチューニング。クイーンサレシ、トウリュウがどうのこうの。真空召喚、氷結界のブルーナクの効果発動。メカハンターを墓地の振り、てめえのカードを1枚バウンさしだこう。そしてブラックボンバーを召喚、ブラックボンバーの効果、墓地の闇属性レベル4機械族を特召喚。そしてレベル4メカハンターをにレベル3ブラックボンバーをチューニング。シックの召喚、デストロイ侍。そして俺は墓地に存在する通常モンスター2体をゲームから除外し、生物の守護竜メロダークを特殊召喚。うわあ、強い。なんだこのデッキは、上貫通だ。なんだこのデッキは強すぎる。さあお相手の方、石津墓所ババア、もしくは復帰ババア、よろしくお願いします。で3倍。あ、ちょっと若干あのあれが欲しい、あの決断が欲しい。決断したい、俺は決断をしたい。めんどくせえな。でも決断したい、俺決断したいもん。俺決断したい、決断がしたい、決断がしたい。あんたらあ、決断ができない、決断ができない、決断ができない、決断できないのきつい。まあこうするしかないか。まあ、こうしてこれもブラックでセットして、ちょっと一回生きろ生きろ生きろ、その後は美しい。頼む、生きてくれ生きてくれ、メカハンター。ちょっと決断したかった、決断したい人生。肉癖怖い。カノン、あ、でもカノン、あ、それはいい、大丈夫、それは OK、 それは装備ができない、今それは装備ができない、問題はない、全く問題はない。バトル OK、 生きたぜ。それは一回コズミックでバトルステップぶち投げた方がいいな。ぶち投げて、でサイバーダークカノンも除外しよう。これでなんか厄介なモンスターを墓地に送らせることはない。さあ、ドロー、おかつおかつ。反転召喚はどうだ、反転召喚は無理か、通るか。ブラックボンバー召喚、あーくーくー、あの1枚セット、ターン終了、生きろ、その他美しい。いやー、めっちゃ光る、やばい、コスミックか、なんだサイバーダークエッジ、オッケー、めっちゃ光る、めっちゃ光る、怖い、我怖い、我怖い。効果では破壊できるな、効果では、え、戦闘が、戦闘で破壊されるパターンだから、はいはいはい、戦闘で破壊される場合ね、オッケー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 。だから効果では破壊できるから、バトルフェーズ入った瞬間ぶちかまして、ぶちかましてデスペラードがいるときはもうケアするしかない。でメインバトルフェーズ終了じゃなくて、バトルフェーズ入ったときに効果その落としのぶち込んでいく。落とし穴ほっときました、デスペラードやめてください。おお、決断、決断していく、決断していく、圧倒的決断をしていく、圧倒的な決断をしていく。そしてエンジェルトランペッターを召喚、エンジェルトランペッターが召喚されたことによってダークバーチャーが墓地から蘇ってくるぜ。オッケー、なんかめっちゃ光ってる、めっちゃ光ってる。まあ一旦じゃあこれで様子見るか、デーモンの将来で様子見よう。デーモンで将来をして、デーモンが将来して様子を見る。これで、光るかどうか、光らない。カナディアとかなんじゃね、カナディア系なんじゃね、これこれはいったんじゃね。でこれで一回ちょっとこれ様子を見て、はい、どうすか、これどうすか、これどうすか、どうすか、大丈夫ですか、いけます。まあ多分対象に取る系の、あー、因果切断、了解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 。でそれね、それしか無理、それしか無理、分からしていこう。自分ダメしていいですか、自分ダメしていいですか、イージーチューリング。
対戦ありがとうございました。メロダークはそれだけ。さあお相手の方、ヒロイン対決じゃないか。墓地より芽吹くもの、よし決断できる、決断ができるぜ。俺は不死の決断の効果を発動。これは苦渋だが、エンジェルトランペッターを墓地に送り、エンジェルトランペッターを手札に加えるぜ。このカードめっちゃ強いよな。書いてることめっちゃ強いんだよ。墓地に1枚送って手札を加えたらめっちゃ強くない？これ決断めっちゃ強いんだよ。これは対象取らない方がいいか。まあ、一応ね、なんかすげえめっちゃ強いカードですよみたいな顔してコズミック2枚伏せるわ。すんげえ強いカードですよみたいな顔してコズミックのサイコロも2枚伏せて、砂時計をビカ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 光らせて、あのセットカードイージーチューニングじゃねって思わせる作戦。これが超高等プレイング。ターン終了。さあ来いよ天井に、アスカさんよ。光った、やばい、コズミックあるやん。あーまあ、どうでもいいや、でもコズミックだからどうでもいいや、コズミックサイクロンだからどうでもいいや。儀式の使い手強い強い、それは強い、それがそのスキル強い、そのスキルゾーク、すごいカード入ってるぜ。やばい、なんだこれ、高等儀式強い、やばいわこれ、マジで強い。このなんか儀式の使い手っていうスキル、これ強スキルすぎる。メカハントなんだと、貴様もメカハンターを救うものだったということか。貴様やるわ、メカハンターを救うもの。いやゾーク強い、やばい、あー最小に取らない、破壊強い、これ選んで破壊マジで強い。うわこのデッキ強い、やべえ、こう出た、ゾークボンバーだ、ゾークボンバー。これね、昔あったんですよね、なんかデミスボンバーっていうデッキあったんですよ、昔。デミス出してボンバー出すっていうデッキあったんですよ。これ俺も作るわ。